シュー、赤いの。こっ種子島新さん、かいね。ただしかもガンツクツこればっかりは、うん、でもじゅん、ある意味客寄せパンダです。いや、疑ってるって。何にせよ、水香さんと話す必要があるな。これが七つ目。厄介な役目を俺に押し付けてくれちゃって。悩む必要なんてないさ。どういうこと？どうもこうもない、君島レポートは。
触れちゃいけないの。どっちつかずで視線がぶれると急な事態に対処できないよ。スバル！スバル！救急車を。そんな、私が、呪いって水香さんにオカルトの趣味は？茶化してんじゃないよ。こっちはマジで言ってんだ。水香さんが君島レポートの1を持ってったのは知ってる。聞かせてほしいんだけど。敵？知りたくないことまで知らされるかもしれないんだよ。あんた一人の問題じゃないん。10年以上ひた隠しにしてきたことが。隠し事があるんだね。しかもそれは俺や世間に知られちゃまずい。ああそうだよ。あんたやアキみたいに、この世界はあんたらが思ってる。それでもさ、そんな中で分かりなっかい。手を引くんだ水香さん。それじゃ俺は納得できない。世界規模の大虐殺、それと天秤にかけて。あえて水香さんってもしかして俺を。カイオ、何バカなこと言って。じゃあ、あんたは宝探しのつもりかも。それによって古傷をえぐられる人。さっきからそう言ってんだろ。誰かをかばってるみたいに聞こえるけど。誰をかばってるわけ？それをあんたには教えたくないから。つまり、俺と水香さん、共通の知り合いとなると随分絞られ。はい、それは俺に対しての頼み。言うこと聞かせたいならまず、もちろん勝負の内容はキルバラ、それとも例のゲロマズパッションフルーツマンを1個食べれば水。いい加減にしな。それはこっちも同じだ。水香さんが全部話してくれるなら。だから。は？誰からの電話か分かる？ゲジネ。はい、ヤシオさん。このカゴメの発信先を不可能です。ゲジネの能力は通信傍受ではなく、特定のキーワードを検索して無差別にそれに関連する情報を収集することであり。誰？水香さん、電話切って。はあ、何だったんだ。水香さん、まだこっちの話は終わって。
聞いてる？なんだこれ、なんで急に。どうしたの？カイ、悪いけど、なんかこいつ具合が悪いみたいなんで。どうしたんだよ。止まらないんだ。止まらない？もしかして俺をか。なんだよこれ。水川さん。なあ、カイ、知らないままでいる方がさ、だから私が、これが私なりの友人、もしこいつをプレゼントしてこいつのおかげでこの2年自己前だからさ、ありがとう。嘘、こんな。水川さん、君島レポートナンバー7のダウン。
命に別状はない。もしかしたら後遺症。それ一体、うん、もう二度とまともに歩けなくなる可能性。私のジュンのせいじゃない。日高の両親はまだ。そうか。お前らミッチ、今回のことはどんな責めもだがな、もしかすると謝るのは迷惑かけて、もっと安全管理を。ミッチ、実は別件。どういうことだ。単刀直入に言う。水香さんがそれは日高の事故に巻き込まれた。全く別、門倉岬で無事なのか。おい、もしかしたらさ、助からないかも。でもまだす。ハグが暴走、去年ニュースになった。俺目の前で必死に止めようとしたんだけど。よく教えて。イレなら大丈夫だろ。学生の頃のバイク。でもあいつは生きてた。とにかく、イレの親には連絡したが、連絡は俺がしておく。お前も少し座ってやすい。先生がお前らと同じ年の。ヤシオみたいに。ミッチーってアキちゃんより。よく言われた。
私のせい。電話つないで。とも。コナちゃんは大丈夫？オートバランサー上手。まだ続ける気なんだ。スカスカガンバレルが倒れたのは私のプログラムだったから、ここ何日かで得た。無駄だよ。ロボ部は廃部になった。もう頑張らなくてもいいんだ。おう、そういうことは、それだ。
できれば俺の身元は割れませんように。秋は何をやっても平凡止まりなのよ。ごめん、カイだけは本当にごめん。能書きはいいからさ。アキちゃんさ、今日はもう帰り。